マッシュー・ミッチャムは、オーストラリアの男子飛込競技選手。これまでは、2005年世界水泳選手権10メートル高飛び込み12位など、大きな実績はなかったが、2008年の、北京オリンピックの3メートル板飛び込みでは準決勝、敗退に終わったものの、10メートル高飛び込みでは、中国勢の飛込競技全8種目完全制覇を、阻止して、金メダルを獲得した。 同性愛者であることを公表している。ミッチャムはもともとトランポリン競技をしていた。オーストラリアスポーツ研究所の飛び込み競技のコーチであった王道賞によって注目された。ブリスベン郊外のチャンドラー水泳競技センターでは数年にわたり彼は飛び込みとトランポリンの両方をしていた。トランポリン選手としては彼は オーストラリア代表として1999年と2001年の世界ジュニア選手権に出場しダブルミニ競技で優勝した。また2003年のオーストラリアユースオリンピックでは6位であった。2002年から2004年の間、ミッチャムは参加した競技会で優勝を収める飛び込み競技のナショナルジュニアチャンピオンであった。 彼は2002年の世界ジュニア飛び込み競技選手権に参加し、1メートル飛び板飛び込みで11位、3メートル飛び板飛び込みで5位、10メートル高飛び込みで16位となった。2004年のジュニアナショナルズでは、1メートル、3メートル飛び板飛び込みと10メートル高飛び込みと3メートル、シンクロ飛び込みで優勝した。2004年のオリンピック代表選考会では彼は、 個人種目では3メートルと10メートルで3位となり、3メートル、10メートルのシンクロ競技では2位となったが、五輪参加資格を獲得しなかった。2005年には初めてシニアナショナルタイトルを獲得した。彼はオーストラリアユースオリンピックフェスティバルに参加し、そこで1メートルで508.35の得点で銀メダル、3メートル、 10メートルとスコット・ロバートソンと参加した3メートルシンクロで565と555.8と316.23の得点をそれぞれ獲得した。2005年のモントリオールでの世界水泳選手権では彼は10メートル高飛び込みで560.73の得点で12位となった。2006年にミッチャムはドイツグランプリで3メートルで16位。 10メートルで6位となり、フォートローダーデールでのアメリカグランプリでは3メートル飛び板飛び込みで8位となった。カナダハイでは3メートルで26位であったが、10メートル高飛び込みでは、銅メダルを獲得した。彼は、W ・オーストラリア・アット・ザ・2006コモンウェルス・ゲームズの代表となり、1メートル、3メートルと10メートルの競技に出場した。 彼は3メートルとロバートソンとの3メートルシンクロで4位となり、1メートルと10メートルでは5位となった。2006年にはスポーツを休み、2007年に復帰し、今のハバサブリノの指導の元ニューサウスウェールズスポーツ研究所で練習を始めた。2008年のオーストラリア国体では1メートル、3メートル、10メートルの個人で優勝した。 この年のアメリカ合衆国のフロリダ州、フォートローダーデールでのダイビンググランプリでは優勝した。ミッチャムは2008年北京五輪の10メートル高飛び込みと3メートル飛び板飛び込みのオーストラリア代表になった。彼は3メートル飛び板飛び込みでは16位となり、決勝進出資格を逃した。10メートル高飛び込みでは準決勝と決勝では2位につけた。 決勝戦での最初の5回の飛び込みでの様々なものが、内混ぜにされた成功を経験した後、彼は2位につけた、競技の最終ラウンドに臨み、中華人民共和国の修了、とは34ポイントの差に迫った。修が、自己最悪の飛び込みで74.80点となっても、ミッチャムは、金メダル獲得のためには107.30点という、 高飛び込みでは大変高い得点を出す必要が以前としてあった。しかし彼のほぼ完璧な最後のダイブは審判から4つの10点満点を引き出し112.10点の得点を達成した。これは五輪史上単独の飛び込みの演技では最高点である。彼は 全体で537.95点の得点で533.15点で終わった州を破り、1924年のパリ五輪のディックイブ以来オーストラリア史上二つ目の男子飛び込み競技の金メダルをもたらした。彼の優勝によって中華人民共和国の飛び込み競技全種目金メダル獲得の目標は阻まれた。オーストラリア優勢によって、 彼のメダル獲得を記念した50セント手が発行された。彼の切手は彼の勝利の1ヶ月後の2008年9月26日に発行された。北京五輪後の2009年世界水泳選手権ローマ大会の10メートル高い飛び込みでは4位となった。彼は北京五輪決勝で破った中国の終了に敗れた。 英国の新人トーマス・デイリーがこの大会のこの競技を制した。2010年のコモンウェルスゲームではイーサン・ワレンと共にシンクロナイズド競技の3メートルと10メートルに参加し彼は4つ銀メダルを獲得した。1メートル飛び板飛び込みの決勝では彼はカナダのアレクサンダー・ディスパティエに敗れ彼の専門である10メートル高飛び込みでは イギリスのトーマス・デイリーに2度目の敗北を喫した。2012年、観光の自伝、右与曲折の外説に、彼は2011年に非療養用メタンフェタミンの使用を始め、その後薬物依存になり薬物依存者の自助組織のナルコティクス・アノニマスの支援によって回復したと書いている。薬物使用の理由に彼は低い自己評価、不安、抑うつ、 パニック症候群と10代の頃には、自傷行為を繰り返したことを明らかにし、北京五輪で金メダルを取った時でさえ、自分を2番にランキングされたと思った。私は何かで世界一になるという幼少期の夢の実現に失敗してきたのだったとの発言を引用し、だから薬物使用に手を染めたと述べた。オーストラリア五輪委員会委員会は2012年11月に、 ミッチャムの薬物使用について知らなかったことと、言明した。彼のような才能あるアスリートが恐るべき薬物に、ハマってしまうことは悲しいことであると述べ、彼の回復と競技復帰を歓迎した。これを受けて、同委員会は、五輪選手は、過去の薬物使用歴を明らかにすることを求める、解決案を採択した。2011年11月に彼は、 腹筋の負傷から回復し、オーストラリアの競技会の10メートル高飛び込みで480.05点をつけ、五輪に戻ってきた。また、メールダイバー・オブ・ザ・イヤー2012に指名された。2012年のロンドン五輪では10メートル高飛び込みで、準決勝13位となり、決勝進出資格を失った。 2009年のシドニーゲイレズビアンマルディグラの騎手を務めるマシュー・ミッチャム。ミッチャムはブリスベンで生まれたが、シドニーで生活とトレーニングをしている。2008年、シドニーモーニングヘラルド・トリビューンが、北京五輪の有力選手の取材中に、彼は公に自分がゲイであることを公表した。北京五輪の期間中に彼は、 国際的なゲの出版物の一つ、アドボケートの表紙を飾った。2008年8月と2009年9月には、オーストラリアのゲー向けの観光物、DNA 誌の表紙を飾った。彼のボーイフレンド、ラクラン・フレッチナーは、北京五輪期間中の9月に観客として、ミッチャムに帯同した。フレッチナーの北京行きには、W。 ジョンソンジョンソンのアスリートファミリーサポートプログラムにより渡航費が与えられた。ミッチャムはオーストラリアでは最初のオープンリーゲーの五輪代表選手だと記者らは考えたために彼はメディアの用語を受けた。しかし2004年のアテネ五輪の飛び込み競技10メートル高飛び込みで銀メダルを獲得したマシュー・ヘルムが五輪出場前にゲーであることを公にした。 オーストラリアの五輪代表選手である。他に特筆すべき、ゲーのオーストラリア五輪代表選手には、ジンラスが含まれる。彼は2000年のシドニー五輪で、トランポリン競技で、銀メダルを獲得した。しかし、彼がゲーであることを公表したのは、五輪語である。彼が10メートル高飛び込みで優勝する前に、woutsports.com は、ミッチャムを、 北京五輪参加選手で唯一のオープンリーゲーのアスリートだと報じていた。ミッチャムはカムアウトについて聞かれると、性的思考が私の信念、意見、他人からの知覚への悪影響だとは思っていないし、ゲーであろうとストレートだろうとバイセクシャルだろうとトランスジェンダーだろうとエクスペリメンタルだろうと、私は気にしない。私には、 それらは人々に何ら影響を与えるものではないと見えると答えてきた。ミッチャムは北京五輪後にゲイのティーンエイジャーからたくさんの手紙が届いたと言い,い、本当に素晴らしいことだし本当に謙虚だと述べている。2009年と2010年に彼は same.comau の読者に最も影響力のある25人のゲイの オーストラリア人の一人に選ばれている。彼の飛び込み競技での業績にもかかわらず、ミッチャムはスポンサーを得るのに苦慮していた。ザ・ードボケート市場での編集者の一人は、金メダルに名誉に男の恋人を獲得した時に、金儲けができない男とは、何なのだと書いた。2009年にミッチャムは、オーストラリアのプロバイダー業者テルステラ社から、経済的支援を受けた。 2010年3月、彼は、ファンキートランクスの新しい顔に発表され、オーストラリア、ヨーロッパ、アメリカ合衆国の広告キャンペーンに姿を見せた。彼はまた、同ブランドのスポークスマンであり、スイムウェアアンバサダーである。ありがとうございます。